ですね、日本人に、日本人の知れない日本語の言葉とかで覚えたいと思います。日本人に、日本人に、日本人にちょっと日本語はすごい、なんかすごい難しい言語なので、日本人も分からない言葉はすごいたくさんありますよね、うん、それを教える。教える。例えば、うん、日本人が知らない日本語って何があります？うん、じゃあクイズしようか。いいね、あら、答えよ。問題。クエン。知らない。クエン。クエン。なんだこれ。クエン。そう。全然わかんない。なんか敷物じゃない？もうそうだね。敷物じゃない。もっと詳しく説明することっていう意味だと、いう意味です。何この人、もしよろしゅうございましたらもう少しフレンズでいただけませんか。全然わかんない。みんなも使ってみよう。使ってますかね。うん、あとはですね、エトバスもすごい、知ると思う。エトバス、カタカナで書いてある日本語。エトバス、ハトバスは知ってる。エトバス、ハトバス違いますけど、ハトバスみたいな。例えばもし口寂しゅうございましたら、エトバスを召し上がってください。寂しゅうございましたら合ってる。エトバス、なんかつまみが、つまみじゃない、うん、なんか魚のさ。エトバスは明治時代の用語で何かという意味でした。何か食べてくれ。何か、エトバス、何か英語の something に応対しますね。エトバスは何か、そう、エトバスはドイツ語のエトバスから来たんですね。それは日本語で使われた、使われた、そう、明治時代ですね。メモって